博物館研究員島田悟さん、あなたね。やっぱりあなただったのね。おいおい、言いがかりはやめてくれよ。俺はお前たちを注意しに来たんだ。勝手に古文書を持ち出して宝探しをしてるって聞いたからね。あら、強盗団の手先だけあって言い訳もお上手ね。強盗団？お嬢ちゃん、冗談もいい加減にしてくれないか。お会いにくさま、証拠はとっくに揃ってるのよ。え、本当ですか？ねえねえ、聞かせて聞かせて。もったいぶらさずに教えろよ。まあ、お手並み拝見ってとこだな。わかった、いいかしら。いいこと？あなたが犯人だという決定的な証拠は3つあるわ。まず1つ目の証拠、ガラスケースのそばに落ちていたスパナよ。犯人はこれでガラスを割ったんだわ。このことから考えると犯人は。あのガラスの強度をよく知っていたことになるわ。島田さんはあの古文書をよく調べていたというから、それを収納しているガラスケースについても詳しく知っているはずよね。次に2つ目の証拠、備品倉庫で拾ったこのタバコの吸い殻よ。このことから考えると犯人は。まずタバコを吸う人ということになるわね。となるとあの博物館のスタッフの中では限られてくるわ。そして最後の証拠、小島くんが黒覆面の男から奪ったこのボタンよ。で、これについてだけど。あの時、暗闇の中でもこのボタンがキラッと光るのをはっきり見たわ。つまり光沢のある高級品ってことね。確か島田さん、スタッフの人たちよりもいいボタンをつけてるんでしょ。三つの証拠を総合的に判断すると、犯人はあなたしかいないのよ、島田悟さん。ほう、なかなか言うじゃないか。しかし所詮はガキの理屈だな。何ですって？そんなのは俺を犯人にしようとするこじつけさ。ま、聞けよ。ではその続きは取り調べでゆっくり話していただきましょう。なんだよお前ら。警視庁の白鳥です。島田さん、観念したらどうですか。あなたのことはとっくに内定済みなんですよ。さ、来ていただきましょうか。そんなバカな。
みんな怪我してないわね。ええ、でも警察がどうしてここに？実はね、私たちもその宝石と強盗団を1日かけて探してたので、この倉庫が取引場所と分かってすぐに駆けつけたってわけ。そう、なんだかすっきりしないわね。私の推理間違ってたのかしら。さあな。でも白鳥警部たちが証拠を抑えてるようだから大丈夫だろ。だといいんだけど。けどよ灰原、お前も人が悪いぜ。黒の組織が関係してるっていうなら早く言ってくれよな。あら、確証もないのにそんなことむやみに言えるわけないでしょ。特にそのことになると無鉄砲になる誰かさんの前ではね。え？で、結局島田は組織について何も知らなかったの？ああ、ただ金と引き換えに動いてただけだってよ。連絡も向こうから一方的に来るだけで、後のことは何も知らないようだぜ。ま、そんなことだろうと思ったわ。でもよ、やっぱりお前、探偵にはまだまだ不向きだな。確かにそうかもね。おい、冗談だよ冗談。さあ、気を取り直していこうぜ。チェー、見つけたの俺たちなのにな。仕方ありませんよ、あれは盗品だったんですから。あら、みんな宝物もらえなくてがっかりって顔ね。あ、佐藤刑事。じゃあご褒美に私が何かご馳走してあげようかな。本当に？俺うな重。はいはい。まだ食うのかよこいつら。高木くん、こっちこっち。ああ、佐藤さん、何ですか僕に用事って。ちょっとお金貸してくれない？給料前だってことすっかり忘れちゃってたの。白鳥警部は取り調べで署に戻ったわ。お願い、今頼めるのってあなたしかいないのね。いいですけど。高木刑事もかわいそうに。まあ、複雑な大人の事情ね。相変わらずクールだね。ところでおめえ、今日はどうしたんだよ。なんからしくなかったよな。そう、私はいつもと同じつもりだけど。どこがだよ、妙におせっかい焼いてたじゃねえか。あら、それなら誰かさんのが映ったんだわ、きっと。あ、誰かさんって？さあ、自分で考えてみたら、名探偵さん。あ、する？今回の探偵度よ。ま、こんなものかしら。名探偵コナン、三人の名推理。やあ、俺は江戸川コナン。俺と少年探偵団、そして灰原は江戸の町博物館へ遊びに行ったんだが、その時謎の停電が。頑張っていこうね。どのストーリーがいい？